皆さんこんにちは、渡りぐるびじです。今回はプレイステーションの機動戦士ゼーターガンダム続きをプレイしていきたいと思います。前回はついにカミーユがゼーターガンダムを受領して、エマさんのマーク2と模擬戦をしました。今回はその続きです。では早速プレイをしていきましょう。ムーンアタック。グラナダからの情報でティタンズの艦隊の展開図が手に入った。敵の艦隊の目標は月の表側の都市フォンブラウン市だ。月と地球の表玄関となっているフォンブラウンは地球と月の裏側の両方を制圧できる拠点となりうる。連邦議会も近い。ティターンズめ、ここで一気にエウーゴと地球連邦軍を封じ込めるつもりか。マウアー隊は第二戦隊、ジェリド中尉にはサラ総長とシドレー総長を指揮してもらい第一隊とする。ジェリド。マウアー、そっちは景気が良さそうじゃないか。ジェリド、そんなことでイライラするのではなくてよ、あなたをジャブローで助けた私の勘を裏切らないでほしいわ。全艦戦闘配置完了。どこ好きや。長距離ミサイルアレキサンドリアによる威嚇射撃。第一戦闘配備、モビルスーツ船に引きずり込むぞ。何としてもティターンズの作戦を阻止しろ。ではゼータガンダムで出撃します。ガンダムマックス行きます。レイコーさんが出ますね。ビッグディアス出るぞ。アポリパーのメタスも出るんだ。ではバトル開始です。ゼータガンダムかなり SM が良くてですね、マーク2に比べるとだいぶ戦いやすいですね。では敵はハイザック敵ではないかなと思いますけど、普通にここは連戦になると思われる。お、拡張膨らってしまった、連戦になると思うので、普通に、ダメージをあまり食らわないようにですね、使っていきたいと思います。で続いてこれサラミスかな。交互に、おそらくハイザックとサラミスが出てくる、そんなステージかもしれないな。サラミスは一隻だけでしたね。で、イベントで普通に撃沈しました。ティターンズの戦艦がフォンブラウンの制空圏に侵入。モビルスーツも発進させたようです。カミユたちを向かわせろ。今度はフォンブラウン上空ですね。敵はガブスレー、マラサイあたりが出てますね。シロックも選んだニュータイプ候補生とはいえ、こんなガキの重りをさせられるとはな。お言葉ですが注意、私たちは十分訓練を受けています。そのように言われるのは心外です。ガブスレーにはジェリードとマウア、
が乗ってますね。お前たちの言う実力とやらを、マラサイにはサラが乗ってもらいます。戦闘はどっちを取るんでしょうね。マラサイだ。まずはじゃあサラだな。では戦闘開始です。まあマラサイとゼータガンダムでは圧倒的にマラサイよりもゼータの方が有利だと思うので、ここは確実に勝ちに行きましょう。まずは撃破。変です、キャプテン。ティターンズの戦艦が一隻でフォン・ブラウンへ降下しています。デコすぎやですね、これ。艦隊行動を取らずにか。ゼータ・ガンダムなら間に合うはずだ。無理です。敵のモビルスーツと交戦中で、とても。グラナダからの増援もまだだというのに、後方の艦隊が浮き足立って見せたのも作戦だったのか。そしてジェルイドのガブスレと、ね、また空で会えるとはな。嬉しいぞ、神優。ね、もう20年近く前ですかね。エウゴ VS ティターンズっていう、その後ね、コンシューマー向けにも出たと思うんですけど、当時はゲームセンターで結構プレイしていたゲームだったんですね。その時、結構このガブスレを使ってました、ね、ちょっとホスギアが入っていった。この不愉快感は、この不愉快さは何だ。行くぞ、カミーユ。モビルスーツ隊はおとりだ。フォン・ブラウン氏は敵に港を解放した。ここで戦うのは危険だ。はい。ということで、ムーンアタックプレイしました。ガブスレー相手に、まあ、下手なりにそこそこスコアが出せたのは嬉しかったですね。では、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。